紙を折って立たせて町を作りましょう。まずは練習です。画用紙を10センチ角くらいに切ったものを用意しましょう。このままでは紙は立ちません。でも半分に折るとこんな風に立たせることができます。向きを変えると山のような形になります。横にしても立ちます。ジグザグに折っても立ちます。山や谷もできます。三角に折っても立ちます。斜めにもなります。シーソーにもなりますね。四角い紙の両端を同じくらい折ると台のようになります。裏返すと両側に壁のある道のようになります。縦に立たせることもできます。くるくると折りたたみ、広げると筒のような形になります。縦にするとタワーのようになり、横にするとトンネルのようになります。三角の部分を折って少し折り返します。反対側も同じように折ってひっくり返すと亀のような形になります。少し折っただけでも立ちます。ここに切り込みを入れると紙をカーブさせることができます。切ったところに糊をつけて貼ることもできます。横にすると出口に飾りのついたトンネルのような形になります。同じトンネルのような形でもちょっと違いますね。これを使って町を作りましょう。折った紙を広げて好きな絵を描いたら、いらないところを切り取ってもう一度立たせます。三角は山にしてみましょう。二つ折りにした紙には工場を描きました。トンネル型の紙には上に土を描いて草を生やしました。トンネルなら電車が出てくると面白いですよね。細長い紙の両端を折ったら端を斜めに切り落とします。角のところに切り込みを入れて折り曲げると新幹線のような形になります。窓やパンタグラフを描くと電車の出来上がりです。ジグザグに折った紙を切ってみると屋根のような形ができていました。家が2軒並んで立っているところを作りました。町に住んでいる大人や子供も描きましょう。山のこの部分は出過ぎているので切り取りました。できたら台紙に立てていきます。台紙には町の様子を書いておきます。いきなり書くのが難しいときは作ったパーツを並べてどこに道や川や田んぼなどを書くか決めましょう。遠くの方から近くに向かって置いていくと奥行きが出ますが、後から動かせるので自分のやりやすい順番に置いて構いません。折った紙に絵を描いて置いただけで町が出来上がりました。これを畳むと平べったくしてしまうことができます。遊ぶときは台紙を開いてパーツを折って立たせましょう。付け足して書いたり作ったり置く場所を変えたりすることができます。ボンドや糊で貼り付けると立体工作にもなります。未来の街や夢の街を作っても楽しいです。街以外にも工夫次第で面白いものが作れそうです。折った紙に絵を描いて工作を楽しんでみてください。